皆さんこんにちは。今日はアナゴの白焼きを作ります。またアナゴの天ぷらも作ります。私は今日初めてアナゴをさばきます。なかなか難しかったです。材料はアナゴ3匹です。魚屋さんの店先にアナゴが3匹売っていました。これで恵方巻きの芯にしようと思いました。ではアナゴを開いていきます。目の下に目打ちを打ち付けます。初めてなので下手くそですが、この通りにやってみてください。背中から開いて背開きにします。背骨に沿ってスーッと切っていきます。一応包丁も研いたのですが、ちょっと切れが悪いようです。内臓を取り除きます。これが内臓です。背骨を取り外します。背開きをしたアナゴの皮側を表に向けて熱湯をかけます。これでぬめりと臭みを取ることができます。すぐに冷水につけます。包丁でぬめりをこそぎます。取りきれなかった部分は紙で拭き取ります。
下処理ができたので、これを白焼きにします。オープンで10分焼きました。天ぷらにもしました。骨は唐揚げにしました。今日はご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次回までごきげんよう。